ありがとうございます。こんにちは、トシです。はい、いや、前回からさ、いろいろ考えてたんだけどさ、機材を結構軽量化しようと。そうですね、僕は最近 してるじゃん。で、俺今日こうスネアケースとかね、スティックバッグとか俺が今度逆にちょっと持ち出しをするようにでもお互いがねなってきて、なんかお互いがお互いに影響を与えてて、そうそう、それもなんか面白いなと思って。また今回僕がまた影響を与えてしまったって話なんですけどそういう話ですか。はい、そうですね、またちょっと僕が影響を与えてしまいまして、まあ今日ね、俺スネア持ってきてるんですけど、俺はですね、パールのね、パールのカスタムクラシックっていうねスネアを使ってます。で、こちらね、単板のメープルなんですよ、うん、単板ね、単板っていうのは、普通スネアっていうのは薄い木の板を曲げてんで、何プライこうプライっていうのをこう重ねていくんですよね。何プライも重ねてって、一番薄いもので6プライから始まって、だいたいベーシックなもので8から10くらいで、さらに分厚いのだと20から30とかいったりするんだけど、じゃなくて、これはもうそういう意味で言えば1プライ、そう1プライなんですよ単板とくり抜け1プライ、そう 1プライの分厚い板をそのまま曲げたっていう話なんですね。うん、じゃあそれによりどうなるかっていうと、あの、よりピュアな音というか、なんか反応良くなりますよね。反応がすごい良くなるんですよね、たった1枚の木で作ってるっていうことで、うんうん、で、俺はその、あのね、ジョニー吉永さんっていうね、こうドラマーの方いらっしゃいまして、もう亡くなっちゃったんだけど、あのケンケンさんとかね、金子信明さんとか、2人のお父さんなんですけど、その人はもともとドラマーでやってて、でね、今もね、ジョニー吉永で検索するとね、YouTube に出てくるんだけど、そのケンケンとか金子信明さんとこう共演してる、なんかね、共作 DVD みたいなのがあって、で、そこでこのカスタムクラシックを叩いてるんですよ、パールのカスタムクラシック。その音がいいのよ、もうなんていうの、カインカインみたいな、メープルの美味しいとこ全部なんか持ってってるみたいな、とにかく倍音が出てて、うん、甲高い音がすごいかっこよくて、その音かっこいいなと思って、で、プラス、もうコロナで潰れちゃったんだけど、サウンドマーケットっていう俺がすごい行きつけだったスタジオがあって、そこにもこれが置いてあって、それ使ってやっぱいいなってなって、もう俺買いますっつって買ったのがこれなんです。なるほど。そう。で、そんな単板いいよねっていう話を、この間ね、まあ、ずいぶん前からトッシーにしてたら、なんと、トッシーも単板スネアを買ったって話なの。いや、そうなんですよ。もともとちょっとね、その、僕が持ってるスネアが金属とアクリルっていうちょっと尖ったものばっかりだったんで、はいはい、ちゃんとした木のスネアを一個持っとかないと鳴らせないなっていうのを感じたんですよね。なるほどね。その時に、前回の動画とかで、単板いいよってお話出てたんで、うんうん、単板か、みたいな。単板ね、なるほどね、みたいな。というわけで、買いました。はい、彼が買いましたのが、はい、どうぞ、こちらにあります。こちらです。はい、ドドンということでね。メーカーは一応、スリンガーランドになるのかな、はい。の、まあ、ラジオキングっていうメーカー、あ、ラジオキングっていうシリーズを多分これ、ビルダーさんが作ったんですね、別で。はい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 。だからそのスリンガーランドのラジオキングってのは有名なのよ。そうですね。それはメープルの単板なんだよ、確かね。それを多分あえて違う素材で作りました。全部、あの、物もスリンガーランドで統一してますみたいな。だからプライベートストック的な扱い。そうですね。扱い寄りの扱い。そうそうそう。だから、中の人が趣味で作った。まあでもその割に本当に、本物と遜色ないというか、だいぶ作りもしない。ガチスリンガーランドなわけですね。だからそのプライベートストックだからさ、その、なんていうの、いっぱい売るとか、いっぱい量産するってことを考えずに、その職人さんが本当にいいものをちょっと作ってやろうみたいな、俺も趣味全開で言ったら売れる売れない関係ないぜってとこで多分作られたものなのかなっていう。これもヴィンテージっぽいよね。まあどうなんですかね、単純に木があれなんで、僕の場合はそう、ちょっと独特な木で、ギタリストの方なんか分かると思うんですけど、はい、ローズウッド。ローズウッドの単板ですね、これは。ね。はい。でね、俺、ローズウッドって言われた瞬間に、バカって言ったんだけど、バカって言ったんだけど、これなんでかっていうと、俺もね、その、もともといっぱいスネア持ってるわけですよ。で、俺好きなのは金属銅のスネアなの。で、特にブラスの、スネアが好きで、で、使ってて、でも、ブラスのスネアって重いから持ち運び嫌だよねっていう理由で、このメープルの単板、軽いスネア、だけど単板だからいい音するスネア買ったって話したのに、ローズウッドってめちゃめちゃ重いからね。めちゃめちゃ重いですよ。ちょっと言い戻しまって。重いのよ、これが。まあ、でも、まあ、その、スチールのシェルとかと同じくらいかな、でも。いや、こっちの方が重い。そっちの方が重い。こっちの方が重い。
ね、ダメなのよ。いや単板つったらそうじゃないのよ。俺が言ってた単板、俺が言ってた単板っていうのは持ち運びやすいのに金属度と同じくらいこのカリーンってこう倍音が高くていい音するよって意味合いだったのに、こいつは何を勘違いしたのか。ローズウッドってめちゃめちゃ重いからね。いや届いた時に箱持って、うん、やけに重いなと。なんかいっぱい入れてくれたのかなと思って開けてみたら本当にスネアしか入ってない。こいつもしかしてこんなに重いみたいな。いややばいっすね、イカれてますね。ちょっとだから俺の言ったことをちょっとなんかね、ちょっと変な解釈をしてなんか間違った解釈をしてこの人買っちゃったなって感じだったんだけど、まあでもせっかくお互いが単板のスネアを持ってることだし、ちょっとその単板っていいよねっていう対決じゃないけどね、まあこう同じメープルだったら対決ができたんだけど、まあちょっと違うものだけどね。そうだからお互いの単板の良さっていうのをちょっと再確認しながら、そう、ね、ちょっと音鳴らしていけたらいいよねなんて話をちょっとしていきたいなと思ってます。はい、はい、これが今カスタムクラシパールのカスタムクラシックを装着した状態でございます。はいはいはい。撮ってると途端喋んなくなるよね。いや、撮ってる時ってちょっと難しくなった。じゃあ軽く音聞いてみる。はい、お願いします。はい、はい、チューニング甘かったかな。いや、でもいい音してました。本当に、いや、やっぱこの倍音感っすよね。はい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 、カイーンって金属音っぽいね。そう、金属音っぽいよね。この鳴りが好きで、もうやっぱ、はい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 、そう、前のね、スタジオに置いてあった時もね、もっといい音したの、それは。なるほど、うん、なんかすごいハイピッチめに貼ってあって、最初は、何これって思ったんだけど、うんうん、もうその理由がよく分かって、一番いい状態でチューニングされたの。そう。やっぱね、この、うん、なんかこの余韻を邪魔だっていう人もいるんだろうけど、うんうんうん、まあ、ロックをやる上においては、これくらいがベストじゃないかな。なるほど。存在感がでかいじゃん。確かに確かに。一発一発のアタック音だけじゃなくて、ちゃんと鳴りがさ、ここら辺で刻んだとしても全然その存在感残してくれる感じっていうのが、まあ、やっぱ一番音抜けいいよなっていうんで、まあ、もちろんこれくらい鳴ってくれてるねスネアとかがその現場にもともとあればさ別にいいんだけど、まあそうとも限らん、うん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 、スネアの状態はねやっぱ自分で責任持ちたいもんで、やっぱこれくらいのカスタムクラシックを持ってきたいなっていうね。どう、その印象。印象っすか。やっぱなんか正直最初単体で聞いた時にカーンっていうそのある種金属道的な響きがすごい気にはなったんですけど、はいはいはい、混ざると木道として違和感ないですね。そうだよね、うん、全然全然やっぱメープルらしさは、そう、セットに混ざると露骨にメープルって感じの音になりますね、うん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 、はい、そう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 。なので俺は結構気持ちよく使えるかな。だからバンド抜けもすごくいいと思うよ。うんうんうん、うんうん、バンドの中でも音抜けがいいっていう感じはあると思うんで、非常に気に入って使ってます。はい、OK でーす。はい、じゃあね、トッシーの、ローズウッド単板スネア、ちょっとね、音聞いていきたいんだけどね。はい。まあ、ヘッドの性質とか、
あとインナーミュートがかかってるのもあってね、なんかちょっと独特な音にはなりそうだけど、ね、ちょっと今インナーミュート若干弱めにしてもらってね、そうですね、そう調整して、そう調整して鳴りも引き出すようにちょっとやってもらってます。はい、ちょっと単体の音聞かせてください。単体の音、はい。こんな感じですね。すごいね。やっぱなんかメープルよりもちょっと重心下にある感じというか、低めというかね、うん、へえすごい、なんかパキパキって、ね、そうそうそう、ヘッドのチューニングで鳴ってはいるけど、でもやっぱ鳴ってる音自体はそうそうそうだよね。やっぱローズウッドとメープルのさってあれじゃん、指板でも対決するじゃん、うん、ギターの指板とかベースの指板でも対決するんだけど、ローズウッドの方がこう比較的こうなんだろう、倍音豊かで中低域まろやかなイメージ、はいはい、でメープルっていうのは基本的に固めなパキパキっていう印象なんだけど、そう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 、だからまさにそういう音になってるよなっていうの面白いね、やっぱ、ね、やっぱそれで太鼓を作ってね、そこで鳴らしてるわけで、やっぱりギターの指板なんかよりは分かりやすく出るんじゃないかな、うんうんうん、確かに確かに、はい、ね、じゃあこれもセットでいってもらいましょうか、はい、お願いします。いいね、うん、面白い、面白いね、なんだろう、やっぱメープルの時とは全然印象違うね、うんうん、僕も叩いてて初めて聞く音なんですよ、はいはいはい、はい、って正直、ああそうなのか、そう、あのなんだろう、こいつ自身が叩くの初めてだけじゃなくて、うん、なんかスネアの鳴りとして聞くのが初めて、はい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 、なんか一番近かったのはなんか15インチのスネアをカンカンに張った時、へーの音とかのが近いかな、なるほどなるほどね、あなんかちょっと正直、使い勝手とかもまだバンドの中でどう生きるかとか、分かりきってない状態、はいはい。ああ、なるほど。全然ただロックでも使えるなっていう確信はありますね。そうだね、そんな感じだね。はい、音量とか音抜きに。じゃあちょっと今度お互いがお互いのスネを、そうですね。ちょっと好きに叩いてみるみたいな感じやってみましょうか。はい、あ今ね、ちょっと俺はインナーミュートゴリゴリに外して見たんだけどね、はい、ちょっと音聞いてみましょうか。お願いします。やっぱすげえ短板っぽい、はい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 、この倍音、うんうんうん、あったかみがすごいありつつもこうカイーンってぬこうサスティーン長く抜けてくる感じね、はい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 、はい、そうサスティーンが長いって言い方だよね、そうですね、短板のメリットって、うんうん、その
他のものってやっぱ他のね木をプライでこうやって組み重ねてるわけだから、だどんだけギュッてしたとしてもさ、やっぱり元の素材がこう重なってるっていうところがあって、鳴りが抑えられちゃうって面はあるんだよね。ああ、それプライのあれですね、悪いところというか。そうだね。ミュートがかかりがち。そう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 。それがないから、より素材の良さを引き立てるっていう意味で、おそらく、こういうね、仕様が、あ、俺全然これなら好きだわ。これなら普通に使いたい。もうちょっといい？ちょっとロックっぽいアタックも、はいはいはい、あー好きだわーロックのフレーズ普通に合いますね、やっぱりね。普通に合う。すごいね、あのなんかじわじわっとした部分がなくても、あのメープルって結構じわっていう、そうですね、ジューシーな感、倍音感があるんだけど、そういう感がなくてもいい、いいって思える、このスネアは。そうですね、マイク通した時だとどうなるかですね。そうだね、ちょっと気になるのはね、それって気になるね。うわ、もっと食べてた。ありがとうございます。すごい、はい、最高です。はい、そしたら今度はトッシーにね、はい、メープルタンバンを叩いてもらいたい。ああ、なるほどなるほど。ちょっとなんか察してるけどそう、儀式をしてました。怖っ、オタク怖っ。ああ、なるほど、わかる。このカーンって残る、そう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 、ふわーんっていう広がり、そうそう、この余韻がはいはいすごく好きなんですよ。なるほどなるほど。確かにこれミュートしちゃうと消えちゃいますね。もったいないでしょ。そうだよね。そうそう、強みですわね。強みなんですよ。ちょっとセットで叩きます。どうぞどうぞ。めちゃくちゃ欲しいですね、これ。あお互いがお互いのちょっといいとこ認め合った感あるよね。あの、やっぱり叩いてて明らかに僕のと出てる音の息が違う。違うね。うん、違う違う。これ多分チューニングとかって話じゃなくて、うん、完全に鳴ってるものの違いですよね、うん、これは。そうだね、うん、そうだね。いや、めちゃくちゃいいな。いいよね。これ僕気に入ったの、うん、フロアタムと合わせて叩いた時の音がめちゃくちゃいい。ちょっともう一回やって。いいですか？なるほどね。なんかそう、僕のだとちょっと重すぎて、はいはい、フロアタムとの合わせは微妙かなって思ってたところなんですけど、ちょっとこの子はやっぱり肺の部分というか、うん、僕のより高いところが抜けてくれるんで、そうだね、こっちと合わせた時の気持ちよさが半端ないです。あ、バランスがいいってことだよね、うん、こうフロアタムが低いところを出してくれてて、 そのフロアタムが出してないところをメープルが出してくれるって感じだから、ちょっとだからここは僕のにない利点なんで、単純に羨ましいですね、いいっすね。レビューみたいになってます。レビュー。やっぱお互いがお互いのいいところをね。うんうんうん、でね、これね、すごいなって思うのが、お互いね、5インチくらいなんだよね。そうですね。深さ多分そんな変わんないですよね。そう。多分俺のは5半くらいで、で、こっちも5くらい、ね。5半か5どっちかっていう。そうだね。うん、だからそんな深道じゃないんだけど、うんうん、この余韻じゃん。そうですね。普通余韻は、あの、前持ってきたね、僕の8とかね。そうそうそう。あの、6とか6半が強いイメージですけどね。そうそう。ああいう不可動じゃないと、こういう余韻が出せないからっていう感じだったんだけど、うん、やっぱまあ、俺がすごい推したいのは、メープルはこの軽さ、持ち運びやすさで、その不可動らしい余韻もあるし、こう、金属動らしい、こう、いい倍音感もあるけど、すべてにおいてね、パーフェクトなのよ。
親バカみたいになってる。全てにおいてパーフェクトなのよ。しかも色もね、ちょっとこれレアカラーなんですよ。白と黒っていう。そうですね。そう白と黒。あんま白ないんだよ。このカスタムクラシック。そうですね。あんま見ないからですね。そうそうそう。大体ね、茶色なのよ。茶色か黒なんだけど、はいはい、そこがね、もうまた。かわいらしい。最高じゃん。お父さん。最高じゃん。はい。はい。はい、どうもね。どうも。看板対決やってみたんだけど、そう、今ちょっとね、こうカメラ界でチラッと話してたんだけど、そう、お互いがお互いにない部分を、持ってますね。すごい持ってるっていうので、うん、だから俺の使ってるメイプルっていうのは、こう全体のセットとしての相性がいいのかなっていう。うん、だから他のタムとかフロアタムとか、キックとかが出してない体型をメイプラ出してくれるから、うん、そういう意味もあって音抜けがすごくいいのかなっていう印象だったんだけど、ね、僕なんかのむしろその例えば歌物とかみたいな音域とかのやつとかには合うかもしれないですね。そうだね、結構低いとこを出してくれてるから、うん、ちょっとズドンっていう音が欲しい時とか、うん、例えば、うん、こういうローズウッドの余韻とかはしっかり残しつつ、でもズドンっていう、こうね、太い音を出したい時って、高いメープルとかだと、割とね、歌の邪魔しちゃうとか、音の音域かぶるとかって言われたりもするし、はいはい、そうそうそう。だから、腰低く据えて打ちたいならローズウッドがいいなっていうのでね。そう、なんか、かっちり下を行きたいというか、うんうんうん、そのね、そうそう、リズム帯の仕事じゃないですけど。まあね。だからちょっとラウドっぽいのもそっちの方がいいかもね。そうですね。激しいのも多分こっち寄りかなみたいな。ね。そうっす。だからね、お互いがお互い欲しい、うん、で出せるものが違うから、だから使い分けられる。そうですね。使い分けられるレベルって違いがあって。だから結果2台持ってていいって、お互い。そうですね。2台持ってていい。じゃあまず僕のスネア探すところから。そうなのよ。それがね、お前結構簡単に帰るから。だったらね、カスタムクラシックは別に結構どこにでも割とあるから、ローズウッドの単板は売ってねえ売ってねえのよ。まあなんか作れないらしいですからね、今ね。ああ、そっか、もうローズウッドさ、規制がね、かかってるからね。そっか。ということで、似たものを探してもらって。はい、わかりました。いやでもね、どうなるかと思ったけど、正直単板対決っつって、そんな大して違い出ないじゃん、おしまいで終わるかなと思ったら、全く違ったね。いや、露骨に違いが出て面白いですね。面白かった。いやいいね、いい旅ですわ。ちょっとこういうのいいですね。またやっていきましょう。じゃあまたありがとうございました。またね、何本かね、これ後撮っていくんでね、ぜひまた楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さよなら。最後保育士ですから。いいっすね。